割り箸はケツで割る。はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日は音符のくぐり抜け方をやっていきたいと思うんだけど、向こう側に行けないんだよね。どうしてもこういう音符ブロックが邪魔をして向こうに行けないから、このね、今マリオが持ってる甲羅を使ったら向こうにくぐり抜けれるようになるから、ちょっと一回やってみよう。やり方としては、甲羅を投げて音符ブロックに当てたら、当てた瞬間音符ブロックが上下に動くんだよね。その瞬間に下をくぐって音符ブロックをすり抜ける。一回やってみようか。まず走って投げて下、勢いをつけなきゃ音符をくぐり抜けられないから、ある程度マリオに助走をつけさせておこう。走って投げて下、もう一回やろう。走って投げて下、走って投げて下、そして最後も走って投げて下。このステージは俺が適当に作っただけなんだけど、もう一回最初からやろう。みんな分かったかな。ここで注意点としては、投げる前に下ボタンを押してしまうと積み、投げる前に下ボタンを押してしまうとマリオがこうなってしまうからね。まあマリオが甲羅をかぶらなきゃいけないステージもあるけど、ここは音符をすり抜けるステージとして考えておこう。甲羅を投げる前に下ボタンを押すんじゃなくて、甲羅を投げた後に下ボタンを押してマリオを向こうに滑り込ませる。これが基本的なやり方。あんまり遠くでやりすぎるとこんな感じで甲羅が跳ね返ってきてマリオ自身に当たっちゃうから気をつけておこう。で、近すぎる場合でもダメだから、近すぎる場合だとくぐり抜けられないんだよね。で、今投げるタイミングが分かりやすいように雲の場所をつけてみたんだけど、投げるタイミングとしてはだいたい音符ブロックが0としたら、その3つ左のとこで、俺は分かりやすいように雲置いてるんだけど、雲の場所で投げてみよう。この音符のマークが0としたら1、2、ここで3つ目、3個目ぐらいの場所から走って投げてみよう。だいたいそれでいけるから、ここらへんで、ここもまあ続けていこう。3つ目ぐらいのところで投げてしゃがむ、3つ目ぐらいのところで投げてしゃがむ、3つ目ぐらいのところで投げてしゃがむ。ここはねちょっとね、あんまり助走つけれないんだけど、3つ目ぐらいから投げてしゃがむ。これでだいたいいけるから。連続で音符ブロックが邪魔してる場合は、それもやり方は連続でやるだけ。こういう風に投げてくる、投げてくる、そのまんまマリオを走らせておいてくぐるって感じ。それじゃあみんな甲羅でのくぐり方は分かったかな。今日の講座はここで終わりにします。みんな見てくれてありがとう。本日のあるある。外食をした時、その店のテーブルにスタッフの呼び出しボタンがなくて、恥ずかしいけど頑張ってすいませんって言った時、お客さんはみんなこっちを見て、店員には聞こえてない。